ということで、たくさんの方に、女子プロ野球を見ていただけるチャンスだと思っています。この後のオリックスからの試合では、私、始球式をさせていただくんですけれども、この後の女子プロ野球を見てみたいと思ってもらえるような空気ができるように頑張りますので、ぜひ、試合後、残っていただいて女子プロ野球を皆さんに見ていただきたいなと思います。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、グラウンドからお伝えしました。